こんにちは、サカイクキャンプコーチの柏瀬です。今回は初心者に多い試合中ボールを持った時に相手とうまく駆け引きを使ってドリブルなどができないというお悩みを改善するためのトレーニングを紹介します。試合中はボールを持った時相手と対峙する場面多くあると思います。その中で相手との駆け引きというのは非常に重要な技術になります。親子で楽しみながらその駆け引きという技術を高めていきましょう。はい、それでは早速やってみましょう。このように今日は目印4つ使って駆け引きを使ったドリブルなどをしていきたいと思います。まずは対面に立って、でまずは最初は子供からパスをします。はい、パスをもらって返して、ここからドリブルをどこか空いている場所を目がけてドリブルしていくといったものになります。でその中でまず最初ドリブルは非常に難しくなるので、最初のうちは手で大丈夫です。手で投げたボールを返して、ここからスタート、親の動きに合わせて駆け引きをしながら空いたコーンに行く。でそこのコーンからまた対面でスタートです。この時に相手の動きを見て、しっかりと狙ったところに行くっていう技術が非常に大切になってきます。でこの時に一つ大切な駆け引きとして、子供がゴールを目指そうとします。今だったら青に目指そうとしたら、相手というのは青をめがけて守りに来ます。そこをあえて逆をついて黄色を行くっていったのが今のは駆け引きになります。ただ一生懸命空いているところを目指すだけではなくて、自分の動きで相手がどう動いてくるのかといったものまで意識してやることで、試合の中で生きていく技術になると思います。はい、お願いします。今だったら赤を狙おうとしてたんで、僕赤を守りに来ました。でその時に緑っていうので、今いい駆け引きができてたと思います。できるようになってきたら、今度はボールを置いてドリブルで、これも一緒です。この時もまずは狙いを持つことで相手が取りに来ます。それを意識して突破していく。でもっとレベルが上がってくると、相手もその先を読んできます。例えばですが、緑を目指そうとして、この人は赤狙ってるなっていうディフェンダーも出てくると思います。そういった時も相手の反応を見てまた逆をつくというのも意識してやってみましょう。常に相手の動き、自分の動きを意識しながらやっていくというのが非常に大事になります。で、できれば目指したいのはこの対面のこのコーンですね。試合だったらより相手のゴールに近づくことが大切になってくるので、駆け引きをしながらこの対角のゴールを目指すというのもやってみましょう。駆け引きをしながら黄色いコーンを対角の場所まで進めるというのも、ぜひチャレンジしてほしいなと思います。はい、サッカーの試合中に駆け引きというのはたくさん、行われます。自分の動きによって相手はどう動いてきて、だからこそこの狙いを持って、こっちに突破する、そういった自主的なその駆け引きというのを、楽しみながら、やってほしいなというふうに思います。ぜひ親子でやってみてください。